どうも山際です。僕は今ですね大阪におりまして、これから、高速バスで、東京まで行こうと思っております。深夜便で、行くんですけども、今はですねこの難波にある、バスターミナルにやってきてるんですけども、今回、ウィラーというですねバス会社の高級バスと呼ばれるバスにですね乗ってみたいと思っております。でバスの種類が、エグゼクティブという、まあね、名前から聞いてももういかにも高級って感じなんですけども、バスの料金で、1万1000円ですね。約1万1000円、まあ、だから、まあ、新幹線よりはちょっと安いかなっていうぐらいの価格になっているんですけども、その中でも、高級と呼ばれているバスにですね、乗っていきたいと思っております。では早速行きます。バスターミナルのある建物にやってきてます。で、乗り場が2階とのことなので、エスカレーターで2階まで上がっていってですね、バスにですね乗り込みたいと思っているわけなんですけども、いや本当に高級バスと呼ばれるバスに初めて乗るので、どんな感じかすごい楽しみなんですけども、果たして本当に高級バスなのかというところですよね。これでちょっとしょぼかったらどうしようとかすごいなんか不安はあるんですけども、なんかいい動画撮れたらいいなというところです。はい、バスは夜の11時35分に出発して、新宿まで行くような予定となっております。だいたい約10時間の時間になりますので、かなり長旅ですね。あと10分です。待ちたいと思います。バスターミナルにコインロッカーとかが設置されているので、まあ、例えばそうですね、バスの時間まで結構時間があって荷物邪魔だなという場合はここに預けたりしてどっかご飯食べ行ったりするのもありですね。まあ、他にも空港行きのバスだったりとか京都行きのバスもここから出ています。バスが来ました。2階建てバスですね。入っていきます。おー暗い。3席しかないですね。すげー。3席で今回僕は 1C。こちらがバスの座席の横からの画像です。見るからにかなり広々とした空間ですね。カーテンもついております。こちらが正面からの画像になります。手元でですね、座席を倒したり起こしたりという調節が可能になっているスイッチがついています。バスが発車する前に一通り座席を倒したりとかっていうのをですね、ちょっと動画でご紹介したいと思っております。はい、こんな感じでスイッチを押すと、ぐーっと足が上がってきてですね、シートもきっちりと倒れるような設計になっています。はい、まあちょっとね、バスが出るまで大急ぎでこれ撮っていますので、はい、ちょっとバタバタとした感じになっていますけども、伝わっていますでしょうか？実際に自分が座席に座った状態でも動画を撮ってみました。ゆっくりゆっくり座席が倒れていきます。で、胴体部分ですね、首の部分はまた2段階式になっていましたので、一気にこう、ぐぐっと下がるようになっておりました。なかなか快適でしたよ。グッドです。倒した状態を横から見ると、こうです。フラットにはならなかったんですけども、まあ、十分寝れるような、体勢でございました。はい、このように足を伸ばしてもですね全然前に、ぶつからないというか、まあ、十分な足を伸ばせるようなスペースがありました。快適です。はい、それからなんとテレビもついているんです。座席のサイドポケットにですねテレビのリモコン、それから DVD のリモコンも入っておりました。 DVD 持ってきたら DVD そのまま見れるという感じになっております。こちらがテレビのリモコンです。このように DVD ディッキがついておりまして、でイヤホンもヘッドセットですねついてます。でこちらテレビです。でしっかりと番組も放送されてましたので問題なく見れます。ただし一つだけ問題がありまして、コードの長さが足りなくてですね、寝ながら音を聞くことができなかったのがすごく残念な点でした。なんとか改善してほしいところです。座席の窓もかなり大きくて外がよく見れます。まあ真っ暗なんですけどね。はい、カーテンを引いてみました。もう完全に個室プライベートな空間が保てるようになっております。
中から見た感じも完全にプライベート空間ですね。はい、まあなんだか漫画喫茶にいるようなそんな感覚に陥ります。1階部分にはトイレもありますので、まあすぐにトイレに行くことができます。はい、いかがでしょう。はい、到着した後にまたちょっとね明るくなっていたので動画を撮ってみました。はい、こういう感じの座席になっております。はい、きちんとコンセントもありますので、スマホ、タブレット端末充電することも可能となっています。3席、激戦ですよ。はい、ということで新宿に到着しました。で、感想はですね、まあやっぱりエグゼクティブっていう名前だけですごく良かったです。で、バッチリ睡眠も取ることができました。もう多分9時間ぐらいもうぶっつけて寝てたんじゃないかなというふうに思います。ただしやっぱり高速バスは高速バスなんで、まあその時の道路の交通状況によって、やっぱり時間がどうしても遅れてしまうこともあります。で、今回もですね約1時間自己渋滞によってですね、遅れてしまいましたので、やっぱりこう時間が読めないのが嫌だっていう人はですね、あんまり高速バスは乗らない方がいいかもしれないですね。で、まあ南米を旅したことがある人は分かるかもしれないんですけども、まあ、ちょっとあの南米のバスに似たような雰囲気というかシートの部分だったりとか あったので、まあなんか南米のバス乗ったことがある人はちょっと南米のバスっぽいっていう風に言うとですね、イメージしやすいかなとも思ったりしました。はい、まあ違いはですね、一応のカーテンの仕切りがあるので、まあ、あのプライベート空間というか、まあ、個室みたいになるっていうのが良かったっていう風に思います。で、値段的にですね、大阪から東京間の新幹線の値段よりも3、4000ぐらいですかね、安くこっちのエグゼクティブに乗ってもですね安く行けますので、また僕は機会があったら利用したいなというふうに思いました。まあ、それだけ良かったなと思います。ということでまたですね、動画を撮ってお送りしたいと思っております。まあ、ちょっと国内旅行、海外旅行、ちょっとごちゃ混ぜになっているんですけども、まあ、旅、旅行ということはですね、まあ、一貫してお伝えしていければなと、まあ、そういう関連のものでお伝えしていければなというふうに思っておりますので、また動画をご覧いただけると嬉しいです。はい、よかったなと思った場合はグッドボタン、いただけると嬉しく思います。それでは。